スイスイ入ってますかね。これね、不安ですね。じわ。はい、どうも、もぐらでございます。ということでね、久しぶりにこうね、パズドラの生放送をしようとしたらですね、パズドラって結構ね、生放送するの大変ですね。本当に久しぶりにやったら、設定が難しくてね、どうも。じゃあちょっとニュートしましょうか。ニューということでね、皆さんのコメントもこう、じわっと出るようになっていますからね。ちょっと待って、これ場所良くないですかね。皆さんどうもいらっしゃいませ。ありがとうございます、この辺にしたら分かりやすいのかな。もうちょっと上にしようかな。どうも、ネブさん。プッシュリさんもこんばんは。オリバーさんもこんばんは。よし。こんな感じでいいかな。で、ゲーム画面出してみますよ。ちょっとね、久しぶりにパズドラをね、生放送でやるもんですから、なんともこうね、大丈夫かな。ただね、これちょっと、今動いたな。これちょっとね、ラグがおそらくありますね。画面にラグがございますね。これはちょっと試しにだけど、いろいろね、整えていきましょう。どうもこんばんは。ですね、ちょっとね、久しぶりにパズドラを生放送でやるということでね、これなんともこう、なかなかね、うまいことできるか不安なんですよ。はい、これでしょうがないですね。これは1秒ぐらいのラグがありますね。まあ気にせずやっていきますか。正方来てるじゃないですか。でも正方のでも俺終わってるな。どうも小田さんもどうもということでですね、大丈夫ですか？やってみますか。ですね、パズドラのね、マルチ来てるんですよね。協力プレイダンジョン。で、先ほどね、私、お友達に部屋を作ってもらって一回やってみたんですけども、面白いですね。で、面白いんで、これ、チャレンジダンジョンってあるじゃないですか。こちらですよ。はい。こちらですね。こちら。これ、同キャラ禁止だけど、リニュー特戦隊でフリーザ様を募集してね、フリーザ様今見てる方の中には誰か持ってる方いらっしゃるでしょう。で、その方と一緒にやったらできるんじゃないかなっていうことで、ちょっとね、試しにやってみようかなと思いました。久しぶりにね、このギニュー特戦隊をね、出動させてみようかなということでやっていきますか。一応撮っとく。でももうカメラは撮れないのか。まあいいか。せっかくなんでやっていきましょう。取らなくていいか。重くなりますからね。このままやっていきますよ。の前に、ちょっとね、やっておきたいことがある。私はね、よっ。先日ちょうどできたんですね。いきます。それじゃあちょっと後ろのね、バックミュージックぐらいは消しましょう。うるさいですからね。これ緊張の一瞬ですから。よーし。いやー、久しぶりだな。このギニュー特戦隊ってのは面白いですからね、やっぱり。それではいきますか。スイッ。こっちほっ。いやー、無敵だね。よーし。これじゃない。はい、これでーす。というわけでやっていきますか。よーし、無敵ですね。ただね、このワイヤーキャストを使ってやるってのもまた久しぶりですから、もしかしたらね、放送の途中でいきなりバツンと切れるなんていうことが起きるかもしれませんから、皆さんご注意ください。よーし、それでは、ルームを作りますよ。同キャラを禁止。はい、チーム1ですからね、私はここ。いやー、皆さんどうですか、バータがね、皆さんよく使うかもしれないですけどね、一番使うバータをね、最後まで297にしないというね、私は。さあ、行きましょう。あ、待てよ。これ、ルール確認するでしょ、うん。今、皆さんには、こちら、見えてるんですよね、ルームが。入室を待っています。あれで、これを皆さんがこの生放送で見ていただいて、フリーザ様で入っていただくといいのかな、どうなんでしょうね。じゃあ私はこのままちょっと待ってみますか。誰かがフリーザで入ってくるのを待ってみましょうか。ここで待ってていいのかな。いや、本当にね、マルチ自体ね、今日私さっき画面見たんですよ。全然わかんないんですよ。ということで、ちょっとこのままどなたかが記入で現れるのを待ってみましょう。うん。無敵あるね。無敵あるよ。うん。これ、誰かが入ってきたら誰かがこう、シュッってなるのかな。じゃあ皆さんぜひ教えてほしい。コタさんとの記入コンビみたい。記入コンビはできないですよね。だって同キャラ禁止ですもんね。同キャラ禁止でも、フレンドとリーダー、自分のリーダーだったら同キャラありなのかな。その辺もよく分かってないんですよね。うん。これもしかしてあれですか、今この生放送を見てらっしゃる方には、これギニューじゃない。今フリーザーいらっしゃらない可能性が大きいですか、もしかして。さあ、私はもうじわじわっと待つしかないですよ。あとはお酒でも飲みながら。この画面の待ってていいのかな。皆さんいかがですか、マルチやってみました。アンドロイドはね、多分今日から実装だったと思うんですけど、私先やってみたんですけど、面白いですね。なんかこう、勝手にね、自分の画面が動くから、なんか不思議な気持ちになりますね。で、見ながら、うわ、うめえって。うん。リーダーとフレンドは同キャラ OK になったんですか。ああ、そうなんですね。でもまあできれば私はね、やっぱりフリーザ様はお待ちしたいとこですけどもね。ギニューじゃなくていいですよ。フリーザ様をお待ちしております、私は。フリーザ様をお待ちしております。フリーザ待ちです、今。さあ、これ入ってきたらシュルってなるん？じゃあそのシュルってなるまでね、普通に雑談して待ちましょう。あとは私の電池がなくなったら終わりですね。レベルマじゃなくてもいい。OK ですよ。フリーザ様だったら OK ですよ、もう。フリーザー。やっぱりね、私、ギニュー特選隊縛りプレイね、メインチャンネルの方、お、入ってきた。メインチャンネルの方でやってたんですけど、その時もね、フリーザ様をね、フレンドにやってたんですよ。おお、すごいフリーザ様、今、あれ、52レベルに、あれ、上がった？じゃ、挑戦してみましょうか。どなたですか？コンアットゴン募集さん、よろしくお願いいたします。いきます。おっと、ちょっとごめんなさい。音楽変えましょう。さて。あ、私からですか？ OK、OK。相手との接続が切れちゃいましたよ。一人プレイモードになりました。これダメですね。はい。一回出ます。諦めます。なんかね、さっきやった時もそうだったんですけど、なんか結構落ちるのがあるみたいなんですよね。なんかアプリを途中で一回、ボリュームを変えたりしようとしてもなんかダメみたいですね。ということで、もう一回入って、もう一回フリーザ様が誰か現れるのを待ちます。はい、待ちます。デスビーム。デスビームじゃないですよ。デスボールですよ。同キャラリーダーなら大丈夫だと。うん。ということで、またフリーザ様をお待ちします。ティッシュ、あった。なんかこうすぐ切れるみたいですよね。LINE で私ね、なんかグループに入れていただいて、そのおお、いや来た、来ましたね。でもあれ、おおお、くるってシュッシュって動いてる。おおおお、来ましたね。アダマンさん、よろしくお願いいたします。それじゃあ行きましょう。ほいはい、じゃあ音楽変えますよ。おっ、さて私のターン。まあまあ言ってもレベル1ですから、そんなに辛くなくいけるんではないだろうかという淡い期待。あすげえ訪れしてる。私が見てる画面がまず訪れしてるんで、多分皆さんの方にも訪れになってると思いますね。これ音切った方がいいのかな。じゃあこれあとで音切りましょう。おおおおおおうん。多分音あるとね、なんか違和感出ると思うんで、パズラの方の音は後で切りましょう。まあ言ってもレベル1ですから、ここで死ぬことはまずないでしょう。というね、フラグが今1本ポコンって立ちましたね。うん。マルチのアイコンがなんとなくモグラさんに見えませんか？ほう。後で見てみようかな。お。さあ、アダマンさん。おおおお、全体攻撃を3つ入れて。まあ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 。この辺はね、さすがに大丈夫でしょう。はい。ほっほっほっ。これ光だけで抜けたりするんじゃないですか？あ、2コンボになっちゃった。うん。おおおおおお、列作った。バインド回復ですね、今のはね。誰もバインド回復なんか持ってないですけどね。よーし。お、もうボス戦。ああ、そうですか、そうですか。ちょっと待ってください。じゃあ、ボス戦の音楽っていうのがございます。はい、やってまいりました。ボス戦ですね。でも、言ってもまあ、最初なんでね、まあ、全体攻撃1つでも入れとけばね、297になりましたから、ジースなんてのは。うん。これで十分ですね。はい。ということで、クリアいたしました。やっぱりあれですね、違和感出ると思うんで、パズドラの方の音は切りましょう。ありがとうございます。とりあえず一面クリアしましたね。ちょっと待ってください。オプションで、音は、はい、切ります。よーし、じゃあ次の面行ってみよう。これあれですね、クリアしても何ももらえないんですね、多分ね。うん。こんばんは、あ、どうもどうも、深川神社さん、あ、神社さんいいですね。ガチムチテキさん、どうもこんばんは。うん。宣伝大丈夫ですか？あ、どうぞどうぞ、宣伝してってください。はい、ということで、また新しいルームを作りまして、レベル2、はい。フリーザ様が来るのをお待ちしましょう。どなたか、フリーザ様をお持ちの方、ぜひ、お願いいたします。うん。あ、こんばんは、レイントさん、どうもどうも。あ、これあれですね、もうちょっと、画面を、こう、こう、これぐらいかな。これだとちょっとあれですか、もうちょっと、あ、これぐらいですかね。これぐらいにすると4名の方が今コメントが見れるぐらいになりますね。うん。さあ、ということでね、誰かいらっしゃらないと、私はずーっとここで一人でね、お話しするだけという、そういう、おー、来てる？あ、いつの間に！あ、どうもどうもどうも、ありがとうございます。それではもう一度行きましょう。2階に参ります。ほっ。挑戦します。さて。まあ言ってもまだ2回ですからね。まだ2回ですから大丈夫でしょう。サクッとクリアしていきましょうね。お、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 大丈夫です。大丈夫です。ういっす。どうもどうも、ヤギちゃんさんもこんばんは。アイボアホルスさんもどうも。さて、お願いします。コン、アットマーク、ゴン、募集さん。ほう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 。あ、あれこれ二体攻撃。あ、あ、そうかそうか、なるほど。あ、すごい全部ドラゴンボールのキャラクターで固めてきてるいいですね。こうしてこうして、ちょっと待って、これ、こんなもんでいかがですか？まだまだ、まだまだ、言ってもまだまだ。いけますよ。うん。もぐらさん、こたさんと同じことをしてる人はパズドラーの中にどれぐらいいるかな？あまりいないんじゃないですかね。まあ、やったとしても297をあんまりぶち込むようなアホはあまりね、我々ぐらいなんじゃないでしょうかねと思いますけどね。あ、ネプさんのね、このパズドラマルチ部屋で私もね、先ほどマルチやらさせていただいて、テストさせていただいたんで、ありがとうございます。広くね、ネプさんのところでは受付してるようなので、マルチやるときどうしてもほら、すぐにできないじゃないですか。そんなときは、このネプさんのところのね、マルチのお部屋で皆さん一緒にやりましょう。おう。フレンドじゃないと入れないんですか？あ、そうなんですか？え、フレンドじゃないと入れないんだ。そうなんですね。じゃあ、フレンドになりたいという方もいらっしゃるかもしれないんで、後でフレンド画面も私出しましょう。どうせね、今更もう、私とフレンドになりたいなんて人もね、あんまりそんないないと思うんでね、出しても大丈夫だろう。おいしょー。結構麦ドラさんが、いやー大丈夫大丈夫、まだ2回ですよ。おう。さて、これが本物のギニュー特選台だっていうところをね、見せてあげましょう。お、ギニュー特選隊はやはり闇と光が強いですからね。うん。こんばんは、オクシャンさん。麦ドラはワンパンできないという斬新さというね。麦ドラワンパンできないってのはなかなか見れないですからね、皆さん。あ、別にフレンドじゃなくてもマルチできるんだ。あ、じゃあいいじゃないですか。フレンドじゃない方でも。おっと、ちょっと待ってください。ボスですね、これは。はい、音楽変えます。さあ、やってまいりました。ボスですね。闇の全体攻撃に闇1プラスで強くなった火を絡めたいですね、ここは。いきます。あー、火がー、でもどうですか？ほい。いやーし、オッケー。ということでね、まだまだ2回ですから、うん。毎回書きながら見てます。ありがとうございます、ゼロさん。ゼロさんね、最近一緒にね、ゼロさんと遊んでないですからね。久しぶりにね、なんか一緒にやりたいですね。はい、ということで、3面も無事クリアいたしました。どこまでいけるでしょうね。あ、違う、2面か。2面クリアしまして。はい、3面を、また、どなたかね、フリーザ様が現れるまで待ちましょう。ドラえもん大好きさん、静香ちゃん、静香ちゃんいらっしゃいましたね。どうも、いらっしゃいませ。BGM がせわしい。そうでしょ？うん。あ、BGM うるさくないですか？ BGM うるさいとき言ってくださいね。もしか、BGM 鳴ってんの？全然聞こえないけどっていう方もね、言ってくださいね。あとで調整しますからね。あ、みつめさんどうもありがとうございます。あ、みつめさんだったんだ、さっきのは。さあ、フリーズ様いらっしゃいますかね。ネプさんありがとうございます。じゃあ、こちらのミスですね。あー、フレンドじゃなくても大丈夫だという件ですね。おお、来てる。これってこれってヨッシーじゃねいきます。3回参ります。これヨッシーでしょ。あ、音楽変えましょうか。はい、ということで始まりました、私から。これどうしたらいいんだ。まあ深く考えなくてもね、言ってもまだ3回ですから、まだやられる要素はないでしょう。大丈夫でしょう。まだまだいけますね。義乳縛りですか。そうですね、私は義乳特選隊しか使いません。で、一応フレンドの方はフリーザ様募集しております。まだまだフリーザ様募集しておりますんで、この後もフリーザ様をお持ちの方、ぜひ一緒にお願いいたします。よーし。っていうかあれだな、このエネットさん絶対ヨッシーだと思うんだけど、ヨッシーのパーティーはなんか豪華だな。どうしようかな。火の全体攻撃入れますか。火全体からの光と水。オッケー。これでいったでしょ。はい、大丈夫。よし。これってフリーザで行くのとギニューで行くのどちらがいいんですか。私は一応ギニューで行きますけど、フリーザ様をお待ちしております。私のギニュー特選隊を遊びに来ていただいた方のフリーザ様が引率するというね、そういう感じで。よーし。さて、次がボスなのかな。次じゃないのか。じゃあまあ軽く光でぶち込んでいきましょう。ああ、いいですね。闇いっぱいありますね。次も大丈夫。よしよし、いいですよ。それにしてもなんか豪華だな。ベジータ、ベジット5点5点くすか。2体攻撃とか出てますよ。バシンバシンっつって、豪華だな。さあボスですね、いきますか。闇を作れるかっていうところがポイントですね、これは。まあ1回でいかなくても死にはしない。わおわお、闇ができひんかったね。さてどうですか。おお、いいですね。大丈夫ですね、これは。さあ、あれあれパスしてきたぞ。あ、最後はお前がとどめを決めろと、そういうことか。了解了解、お任せください。なんかこういい感じにこう、あ、やべ、大丈夫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 だよね。おーおーおーミルキーキャノンで勝ってしまったいやー、なるほどなるほど。ということでミルキーキャノンで勝ってしまいましたね。まあまだ3回なんでね、ここら辺までは遊んでてもね大丈夫なんですが、次あたりからは多分あれじゃないですか、チャレンジダンジョンっていうと4回あたりからが普通に強くなってくる感じですよね。まあ、4回5回6回は無理なんじゃねえの。5回ぐらいまで今日いけたらいいんじゃないかなっていうようなイメージですかね。ということで4回でまたフリーザ様をお待ちしましょう。フリーザ持ってないです。ああ、そうですか、残念だ。ぜひ一緒にやりたかったですね。よーし。今日もね、私早く寝なきゃいけないんですね、実は。ああ、よし、おかえり。うん。なんつってもね、明日4時半起きなんですよね。4時半って皆さん、まだ暗いですからね、全然。そんな時間に起きて一体何すんだってね、仕事するんですけどね。お、来ましたね、来ましたね。おっと、ヒロさんどうもどうもありがとうございます。そして、皆さんなぜかドラゴンボールのキャラクターで固めてきますね。ありがとうございます。行きましょう、一緒に。よーし、行きますか。まずは、でもまあ、まだ、道中で死ぬほどではないのかな？どうなんだろう。あ、おう、ずいぶん。大丈夫でしょう。さあ、ヒロさん、お願いします。おー、この2体攻撃が入ってるのがすごいな。おお、残った今なんか相撲みてえだったな。残ったっつって、よし、残るんだ。 OK ですね、大丈夫です。お、山々カナカナさん、その通り。また4時半です。山小屋のようなところでお留守番の仕事です。さあ、まさかね、雑魚キャラが抜けないとは思わなかったでしょう。先ほどのヒロさんもね、今頃多分びっくりしてます。うわ、残ったーなんつってね。よいしょ。これはちょっとマジでやった方がいいですか？光の全体入れますか。はい。これって足りるでしょう。うん。落ち込んも来ている。大丈夫ですね。10回 ?10 回 ?10 回もあるの。長いなぁ。頑張りましょうね、ヒロさん。頑張りましょう。おお、早い、おお、グリングリン回していく。ちょっとさっき雑魚が抜けないと分かって、これ本気でやらなあかんなーっていう気持ちになったんでしょうね。よし。お、あ、もうライトニング、ホーリードラゴンがいるんですね。闇はないですからね。まあ削っていきますか。どれぐらいいくかな、これで。あらーこれは厳しい。いやー、これマジか。お、闇と光を残してくれたんですかね。光、闇、光。まあ考えててもね、俺どうせうまいことできないんで、Don't think, feel でいきましょう。はい。悪くないでしょ。さあ、どれぐらいだ。ものの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 残るつえ。もぐらさん、韓国出張多くないですか？そうですね。今回は出張といっても宮城県内ですけどね。もう光と闇でご利用していかない。全然効かないですね。さて、行きましょうか。ほっほっ。さあどうだ、これでもういっただろう。乗っている乗っている乗っている。さあどうだ、オッケー。なんかあれですね、ちょっと飛びますね画面がね。まあしょうがないか、しょうがないんですしょうがないんですよ、うん、ちょっと私のシステム上ね、あまり重さに耐えきれてないっていうね。これ抜けんのか。こっちからじゃないですかこれは。うん、できるだけ手数を稼ぐっていう意味では闇の全体攻撃をまず入れなければいけない。闇の全体を入れつつですね、いきましょう。おっ、あ、おおおほっ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 。これどうですか。おおおおお、また飛んだ。オッケーオッケーオッケー、抜けました抜けました。よーし、さあ充電もなんとあと 39%、 そんなにないっていうね。やっぱねこのHDMI ケーブルでつなぎながらやるとどうしてもこう電池の減りも早いですし重いですね。おお、いいですね。よしよし。スキルはあんま考えなくていいかな、普通にやりますか。回復だけしときますかちゃんと。ほっほっ、はい。いいんじゃないでしょうか。おう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 、すごい。よーし、オッケー。8回。数がなんとも微妙ですね、今回は。微妙だな。水と闇光を消したいのか。水闇光で。水闇光。ほっ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 。あー、やべえ、やってもうたやってもうた。おお、大丈夫。沢沢さんどうも。記入特戦隊、ちょっと一夜限りの復活をしております。さあヒロさん、どういう手で。おおおおお、素晴らしい。よーし、デスボールもたまりましたね。さて、この子が硬いのってこの子でしたっけ。確かこの子が硬いはずだ。とりあえず私はだから回復して一旦しのいで、ヒロさんのベジット確かいなかったでしたっけ。ベジットさんにお任せするのがいいんじゃないかなこれ。やっぱ硬いんだ。でほら、ベジットさんいますね。ベジットさんが活躍を。これベジットさんで倒せるのか。ところで倒せるのか。おおおおベジータさんが来た。ベジータさんで来ましたね。あ、闇を分けて。あ、なるほど。ベジータさんで闇を分けて。効かねえなるほどなるほど。面白くなってきやがったですね、これは。うん。これは面白いのかな。まあ、とりあえず、回復して死なない。そして、ベジットを使ってくれるんじゃないかな。あ、やべえ、回復足りない。おー、やっばえ、固定ダメージで削りきれないのかな。削りきれないのか。だから、使わないんだ、きっと。これやばいっすね。ボスいけるかな。削れるじゃん。削り切れた。さあ、ここでね、ここがなかなかの運命の分かれ道。そしてデスボールを使うのを忘れてらっしゃるな、おそらく。どうでしょう。いやー、すげえ回復力ねー、相変わらず。さあ、どうなる。あー、でも、あー1万7000。なるほど。厳しいことは厳しいですが、いけなかねえんじゃね。ありがとうございました、ヒロさん。いけなかねえんじゃね。あ、中村由美さんだったんですね、ヒロさんは。うん、ごめんなさいだなんて全然一緒に遊んでいただけるだけで私はいいですよ。でもいける気がするなぁ、なんか。もうちょっとうまくいい感じにいければ。もう一回行ってみましょうよ。ということで、どなたかフリーザ様が現れるのを私は待ちます。いやー、やっぱりね、ギニュー特選隊は面白いですね。あ、こんばんは、どうも、リーザさん。今日はギニュー特選隊でフリーザ様が現れるのを待っております。よいしょ。いいですね、このマルチってのはね。ただ、ね、もうちょっとモンストみたいに簡単にね、繋がれるようなマルチにしたらいいんじゃないかなーなんて考えますけどね。うん。お、来ましたね。奥ちゃんさんいらっしゃいませ。しかも全部マックスにしてますねすごいパーティーで来ましたね行きましょうよろしくお願いします、奥ちゃんさん。よし、始めよう。さあ、まずは私から。まあね、最初の方はサクサクサクっとクリアしていきましょう。あ、相変わらずこのあれですね、この指のないパズルに慣れていない感がありますね。 OK。 おお、早え平積みってやつですか。うまいな。人のパズルを見てると本当にすごいなーって思うこと多いですね。やっぱり私なんてのはおっさんですからね、基本的にこのなんていうんですか、動体視力とかね、瞬発力とかそういうのもうなくなってますからね。うん。うん。大丈夫。この辺はまだね。さあ、奥ちゃんさん、真ん中のリットは抜けるかな。抜けるんじゃねえのか。どうなんだろう。いやー、パズルうまいですね、皆さん本当に。ああ、いいですね、いいですね。よし。そう、あ、もうこの子なんだ。もう来ちゃった。闇は絶対消した方がいいですね。あとは、まあ、水以外はだいたい攻撃力が上がってるんで、まあ、闇、光あたりを消していきますか。闇と火と光あたりをね。うん。これあれか、俺が、攻撃力強いやつ消しちゃうとコンボできないから、むしろあんまり強くないかもしれない。ここはフリーザ様にパズルをお願いした方がいいのかもしれない。聖地おじさんになった方がいいのかもしれない。うん。おおさて、ほっほっほんんんんんんんあ、もう終わり。あ、うんおお、やべやばやばくなってきた。すごいはや、パズルが早いな。もうこれ、さて回復はしなきゃいけないなこれ。おお厳しい。ああ回復しなきゃダメだよね。こうして、ああどうしよう、あーどうしよう。悩みすぎるとやばいかな。回復だけ絶対しよう、ちゃんと。あー回復だけしようって言ってたのに。はあやばいやばいこれ。さあこれやばいっすね。これやばいな。おおおおおお、さすがうまい。うまい、素敵なパズルだ。しかし足りるか回復。おお生きてる生きてる。あ闇2個に分けたらいけるかしら。ちょっとミルキーキャノンは打っときましょう。ミルキーキャノン回復してもどうせ無駄ですねこれは。闇2個に分ければいけるかしら。ほっほっ123おお345しかいってない。大丈夫？おお抜きましたね。おで先生はなし。よし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 。こんばんはベルトウェイさん、佳境です。いやーライトニングホーリードラゴン強いっすね。おっとここでほう、ここでサイヤ人の力を使ってきた。おおお早い早いすげえ早いパズルだ。おおうまっうまっすげえすげえな。おう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 、なるほど。この人を倒さないとまずい感じですねおそらく。幸い火はいっぱいありますね。まあじわっとやってみますか。おっ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 回復したい。おっあっやべ回復できなかった。足りるか。オッケーオッケーセーフ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 。よーしどんくらいやってますか。どれくらいでしょうね。結構やってますね。一応ね10時までぐらいの予定で始めたんですけども、もう10時になっちゃうんだな。おー OKOK これスキル貯めれるな。若干貯めたいですね。回復だけして、うん。なんか一色だけ消そうかな。ああ、失礼。回復だけして、やばいか。死んじゃったかな。あはは、これ。倒してもうた。倒してもうたですね。おおおおお。ああ、さて9階だ。ここは私は手出しをせず回復に専念。回復します。うん、 OK でお任せした方がいいでしょう絶対。さあ奥ちゃんさん、よーし OK。 さあこっからですよ。音楽変えますか。そう、フリーザーもね、そう、デスボールありがとうございます。そう、デスボールをまず一発目に打つ。おお、解放、全開放してきた全開放してきましたね。さあどうなる。いいパズルだ。いい、うまい。あ、光ずれたけど乗った。いいパズルだ。そして重い。おおいやー、奥ちゃんさん素晴らしい見せ場を作っていただいて。それでは私がビシッと決めましょうか。ここでね、光と水は作りたいですかね。うん。あんまり考えてるとこれ死にますか、もしかして。これフラグじゃないですよ別に。こうしてこうしてこうして水とか作ってきた。おーおー、ん、大丈夫です。ご安心してください。いけるでしょう。よし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 。いやー、よし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 、やりましたね。とは言ってもですよ。とは言っても、活躍したのは私じゃないですからね、本当に。いやー、行きましたね。うん、行けるもんですね。奥ちゃんさん、ありがとうございました。ということで、こんなとこですかね。やってみたんですけど、やっぱ面白い。あのね、ギーニュ特選隊は面白いですね。うん。これ、あれですか？あー、でも10時か。俺、明日めっちゃ早いんだよな。そうですね。じゃあ最後にちょっとだけこう、雑談などを交え、うん。終わりにしましょうかね、今日は。ということで、ちょっとだけね、宣伝をちょこっとだけさせてください。はい、皆さんどうもお疲れ様でございました。では、ちょっとだけ宣伝いきます。ということで、明日ですね、11月の20日、18時からを予定しておりますが、LINE 人狼、3夜連続で明日からアップロードする予定でございます。私のね、この、サブチャンネルの方のメインの、人気のあるコンテンツですね。なので、ぜひ気になった方、チェックしてみてください。あと、この告知のね、動画なんてのも2分ぐらいの短い動画作ってあります。うん。それでね、雰囲気なんかを味わっていただければ、どんな感じのことをやってるか、見ていただけるんじゃないかなと。ぜひ気になった方、チェックしてみてください。はい、というわけでね、久しぶりにやったんですけど、なかなか楽しかったですね。やっぱりパズドラね、うん。最近あんまりこう、なんか本気でやってないんですけど、うん。スタミナ使うだけみたいな感じになってきてはいるんですけども、それでもやっぱこうやってね、たまにいろんなこと、イベントとかやってくれるんでね、今後も続けていこうかなと思ってます。あとはね、やっぱこのマッチングのやり方ね、もうちょっとね、誰とでも簡単にマッチングできるような感じに、あとは落ちたりとかね、すぐ起きちゃうのもなんとかこう改善していただければいいんじゃないかな、ガンホーさんなんてことを思います。ということで皆さんお疲れ様でございました。それではまたお会いしましょう。